ちゃんもよかったら。サンキュー。じゃあこれお返し。いただきます。どう、新しい席は馴染んだ？馴染んだ。冬休みが終わって1月、席替えがありました。気のせいかもしれないのだけれど、後ろの席の高橋さんが、授業中まで構ってくれたり、お隣の八木くんが話しかけてくれたり。俺よく金縛りに会うんだけど大丈夫かな？大丈夫だと。よかった。前と違ってあまり避けられていないような。よかったじゃん。みんなのおかげ。出たよ、沢子の感謝タイムが。席が離れても最初に戻ったわけじゃないんだな。おいしい。でしょでしょ。ちゃんと進んでるんだ。どう、沢子？うん、おいしい。うん、でしょ。嘘、マジで？こんな。全然寂しくないと言ったら嘘になるけれど。なかなか笑わないんだね。ああ、へい。あの動きはすごかった。なんだ、貞子か。あれだな、貞子もあれでだいぶ明るくなったよな。ああ、ま、晴れて翔太もお役ごめんだだな。甘いもんそんな食わねえけど、もらえるもんは一応もらうぞ。明日はバレンタインデーです。で、沢子は作るの？買うの？え？チョコ。何ビビってんだよ。あんたのことだから毎年パパにあげてんでしょ。パ、チーズは？私はリュウにやるよ。ヤノチンは？そうね、ワイロもいいかな、なんてね。何ワイロって。実はすでに材料を用意してたりして。これはあやねちゃんの分。こっちはちずちゃんと真田くんに、ともちゃんでしょ、えっこちゃんにも。これはお父さんで。やっぱやめよう、カードは。え？ん？あれ？なんかよく見たら風早くんのだけナッツの量が多い。あれ？このハート型の飾り、よく見たらめちゃめちゃ欠けてある。無意識に生きしている。しかも手作り。作りあげたくて。今までのお礼にあげるにはちょっと重いかな。でも、やっぱりあげたい。今度こそ。おはよう。おはよう。チョコだったな、今の。そりゃそうか。
あげれなかった。一緒に食べてね。あゆー、ありがとう。ありがとう、サラコ。あんた見どころあるよ。喜んでもらえて何よりです。最後のはチョコあるよ。お、サンキュー。ギリだ。ギリだな。見てみ、無邪気に喜んでる。もらったの。食う。ケーキ。なんかこのチョコさっきのと違う。これ俺食べてよかったの？マジチョコだった。ああ違う。千鶴がさっき。え、吉田が作ったの？まさか。黒沼の手作りだよ。つまり千鶴から回ってきた義理チョコ。あれ？翔太、ん？呼んでる。私のはお礼だけど、お礼って義理チョコ？人情チョコ？あれ？告白とかそういうつもりじゃなかったけど、風早くんを好きなのは間違いないし、この場合何チョコ？断ってたっぽい。急に現実味。渡したいな。渡すなら早く渡さないと。って気がつけば放課後に。今ドラマの再放送にハマってるさ。何？海外ドラマ？ああ、トレンディードラマ。つーか
この子渡したんかい。それっぽいとこ見てないんだけど。さあ帰ろう。矢野陣、沢子。おう。どうする、どっか寄ってく。俺彼女と約束してる。俺はもう少し残ってる。帰ってしまう。帰るから。翔太、うん、お前にいい仕事をやろう。来るがいい。風早くん、お前ら先帰ってろ。風早くん、なんで俺なんだよ。お前でないとダメなんだよ。また学校に。これが最後のチャンスかも。ごめん、やっぱり先に帰っててもらえるかな。私もうちょっと残ってみる。あ、あ、じゃあ私らも一緒に。まあまあまあ、いいじゃんいいじゃん。また明日ね。まあ、まあいいか。それはそうだ、さっきからジョーが矢野ちん見てんだけど。し、目合わせちゃダメ。あれ、あれ、残っちゃった。でもどうしよう、怖い。いやー、最近なんか肩凝っちゃってな。力強く頼むわ。まさかそんなことのために。光栄に思いたまえよ。嫌なら別にいいんだぞ。お前が昔嵐の中泣きながら俺ん家来たこと。嵐は怖かったのか。俺ん家に泊まると泣いてダダこねて、あげくネションベンぶっ放したこと。優しい。あ、このクソガキ。写真撮ったか。あんなことそんなことこんなこと校内放送でぶっ。ああ、わかったわかったよ。ああ、そうそう、特に左肩と首筋がな。ムカつく。何それ。はあ、そのチョコレートのことかい。僕ぐらいになるとファンがほっとかなくてね。ああ自慢したかったのか。困ったやつだ。その袋のチョコ、まさか黒沼。バカ野郎、バラすなんて。そんな乙女心をぶっ壊すようなことは言えるか。いや、惨めだろうが焼くな焼くな。そこは骨だろうが。左肩と首筋、何かのバチなんじゃねえの。え、漫画で読んだことあるわ。首から上は神様関係なんだって。神、神社で神木に八つ当たりとか、再戦ケチったとか。小銭ねえから、まあ、いっか。今すぐ黒沼のチョコで払わねば。カップごと。あ、詰まった。やだやだやだ、水水を。はあ、渡すとしたら今しかない。風早、くるみちゃん。よ、くるみ沢。せっかくバレンタインなんだし記念にもらっといてよ。そのくらいいいでしょ、最初で最後なんだから。サンキュー。
覗き見？趣味悪。ごめんなさい。結構かなりだいぶ相当気になって。認めやがった。風早、本命チョコはもらわないみたいよ。じゃあ、くるみちゃんのは？私は特別よ。私は、もうとっくに振られてるもの。特別、でしょ？それ、風早に？ああ、これは、今までのお礼に。沢子ちゃんさ、付き合うなんてとてもとか言ってたけど、本当に？お礼だけ？あわよくばって下心、あるんじゃないの？そのチョコレート、ギリチョコだったら、きっと風早ももらってくれるよ。後悔しなきゃいいけどね。じゃあね。このくらいの意地悪でダメになるようなら、それまでだもんね。あ、くるみじゃん。まだ俺、くるみにチョコもらってないんだけど。あ、そう。あ、同じクラスなのに冷てー。しかし、すげーキャラ変わったよな。前は可愛かったのに。今の方がよくね。いや、前の方がいい。厳しい。お前、可愛けりゃ誰でもいいの？女の子は全体的に可愛いじゃん。いや、みんなじゃねえだろ。今のって D 組の…ああ、貞子？ああ、それだ。ダークな噂の。へえ。ああいう女子もチョコ渡そうとか思うんだ。お礼なんて後日だ。そんなつもりなかったけど、思ってたよりすげえ期待してたんだな俺。怖かったのは裏に期待があったから。ギリチョコだったらもらってくれるよ。ギリじゃない。絶対、絶対ギリじゃない。お礼とか言って、私、あわよくば、もっと、風早くんと、もっと。本命チョコはもらわないみたいよ。ちつちゃんたちは…さあ、わこ！あ…
業までまた2年よろしく。なんかさ、思った以上に固まってたね。いやマジでラッキーだよね。本当に。そんでトモとエッコも一緒だし。ジョーもね。ヤノチン好かれてるもんね。やめて。離れたら寂しすぎると思ってたから。夢みたい。そんじゃ明日 CD 持ってきてやろう。あ、頑張ってる。おはよう。ねえねえ、この子は黒沼佐和子、貞子って呼んでいいからよろしく。あの様子じゃ相変わらずか。おお、お前ら廊下並べ、始業式だぞ。リエ、今年もよろしくね。俺あいつと付き合ってる夢見たんだ。はあ、マジで。で、アキコのライブが超ヤバくて。後ろへ、もっとコンパクトに並べれ。ちぐさは C 組だって。あ、そうなんだ。いやしかしまさかみんな同じクラスだとはね。まあね。え、なんで矢野ちんが偉そうなの。そんなことより。え、あげなかったのチョコ。あんた用意してたじゃん。なんで。やっぱりバレンタインでなんかあったんだな。あれからずっとギクシャクしっぱなしだし。まあ、あの子が本気で意識しだしたってことでもあるか。でも何やってんのよあの二人。春休みとか休日とかいろいろあったじゃない。いや、矢野ちん。サワコ、恋愛はタイミングなんだからね。あ、くるみちゃん。私はもうとっくに振られてるもの。風早、あの日からもらわないみたい。いつもいつも気になってる。風早くんは付き合うとかそういう気がないってことなのかな。気を引き締めて文武両道に勤しんでください。それとも、もしかして他に好きな人がいるのかな。今になってみんなの風早くんでいてほしかったくるみちゃんの気持ちがわかるかも。あわよくばって下心あるんじゃないの。一緒のクラスになれて、おはようって挨拶もしてくれて、それだけでも本当に夢みたいなのに。なのに二人でいた時間が忘れられなくて、もっとって。やっぱり欲張りすぎなのかな。下心なのかな。アキヒコの決め台詞がヤバくてさ。もうみんなに聞かしてやりてーよ。ん？あ、あ、サダコちゃん。じゃあご存知で。隣の席なんだ。よろしく。俺三浦健太。よろしくお願いします。はい、オーケー。本当にいた。なんだ、眉毛あんじゃん。近い。
あれ、なんか怖い顔。ダメだって、女の子が眉間にシワ寄せちゃう。全然全然びっくりした。じゃあ委員とか適当にサクサクっと決めっぞ。まずはクラス委員から。俺が決めるか。どれにしようかな。固まってる場合じゃない。みんなが困って。あ、じゃあ俺やろっかな。うん、危ない。人様の楽しみを奪うところだった。ケントやんの。目立つじゃん。俺より目立つことはねえから安心しろ。濃いな、サワ君隣のやつ。新種か。あの、生活委員に黒沼さんを推薦します。黒沼さん、花の世話上手だから。ともちゃん、花壇の世話いつもしてたでしょ。ああ、そこもいいかも。おい、ミラー。はい。今から面かせ。クラス委員の心得と教師に対する尊敬の心、みっちりと教えてやる。はーい。うわ、めんどくせえな。だからやめときゃいいのに。めんどくせえのがいいんじゃん。相変わらずポジティブな子って。あ、つる。あ、先帰ってていいからな。あ、さすがに待てねえって。じゃあ岡本案内役な。じゃあまた明日ね。バイバイ。バイバイ。そんじゃ私も図書室行くわ。沢子も頑張ってね。うん。そうなのよ。でそれがすっげえ面白いの。風早くん。やっぱ先帰ってて。おい、リュウ。始業式なのに部活？ああ、あのさ、もう日取り決まった？日を通り？通るの結婚式。ああ、いつだっけ。多分もうすぐ。今度おっちゃんに聞くわ。チャンス。うーす。あ、そういや大会だっけ。
春の道大会がもうすぐ。勝ったら甲子園？それは夏、春季は腕試しみたいな大会。うん、まあ勝てばいいんだよね。そう。じゃあな。ああ、今晩ラーメン食べに行くよ。その説はありがとね。は？何がだよ。何がって、クラス替えよ。ほら、あん時念入りに頼んどいたじゃん。あ、お前の頼みなんかいちいち聞くかよ。あ、違うの？高校の2年3年なんていろんな行事があるじゃねえか。そんなせっかくの一番楽しい時期だ。仲いい奴らはなるべく話さないでやってほしいと思うのが人情ってもんだろう。忍者？と提案した。超絶男前教師がいてな。男前？本当に仲いいかそうでもねえか一年も見てりゃ分かるもんよ。いや、あんた一年も担任してない。その超絶男前教師、名前は荒井和一、後に大統領となる男である。帰ろ。時間もチョコも無駄にした。お前らは仲いいな。あ、2年間十分楽しめよ。おう。存在が奇跡いなせな。手柄自慢された後に言われてもな。風はよ、まだ残ってたんだ。あ、うん。あ？はは。風早、うん、あんた彼女とか作んないの？だって結構モテんのにさ。あ、好きな子でもいんの？いいんでしょう。いるよね。遠慮とか知らないのか。誰？知ってる子なら協力してあげよっか。ん？矢野、そういうのあんま似合わない。うわ。協力はいらない。それに、誰が好きとかそういうのは、本人に一番最初に言いたいから。矢野には言えない。ああ、ダメだありゃ。下手に第三者が介入すると激怒りするタイプだ。ま、もともと本人たちが何とかすることだしね。それでもしタイミングが合わなかった時は、それまでか。ここは、薬草コーナー。魔女できた。種、いっぱい撒いた。もう、帰っちゃったと思う。どうしよう。息が詰まりそう。二人だけなんて、久しぶりで、
れ、こういう時どう接したらよかったんだっけ。一緒のクラスになれた。え、ふう、よかった。笑った。一番。ごめん。なこと、いきなり言われても困るよな。違う。バイバイ。違うよ。そうじゃん。俺、黒沼にとって男子の中じゃ一番近い存在かと勝手に思ってたけど、そうでもなかった。あれはどういう意味だったんだろう。私はなんて答えればよかったのかな。いつも考えてしまう。風早くんは好意で言ってくれたのに、私勝手に意識してあんな態度。
すごく失礼。もう頭きて先に帰っちゃったんだよね。そうだよね、私もそうするかも。でさ、そしたら速攻メールが来てさ、私すごく感じ悪いのかも。加瀬早くんには変に意識せずに前みたいに自然に接したいけど、前は一体どうやって接してたのか思い出せない。なんて感じよくて自然な挨拶。ダン、硬い硬い硬い。おはよう。おはよう。みけん。おはよう。いや、もっとこう。おはよう。はい。おはよう。おはよう。またやってるよ。おはよう。降りないね。おはよう。おはよう。おはよう。仲いいよな。うん、あ、え、何？なんでもない。例えば同じ行為でも、私と風早くんじゃ意味が違うのは当たり前なんだよな。いてて、お腹痛い。最近便秘気味なんだよね。辛いね。あれ、サワコどこ行った？トイレかな。便秘に効くので草。どうしたらいいのそれ。また新しいこと始めていたか。翔太、よーい。なんかあった？うん、元気ねえな、ここんとこ。そう？うん。よし、次。新しいクラスになって、クラスに馴染もうとしてた時にあんなこと言うんじゃなかったかなって。困った顔させちゃったなって。誰？黒沼。あんなこと、どんなこと。そこは聞くな。わがまま。そうだよ、俺基本的に相当わがままで勝手で独占欲強いんだよ。あと短期だから、そろそろ我慢も限界。困らせんの分かってても、本当は今すぐぶっちゃけたい。我慢してったのか。けど困らせたいわけじゃない。せっかくここまで頑張ってきたんだし、
つうか向こうも好きなんじゃね、翔太のこと。いや嫌われてはねえだろうけど。風早くんは爽やかで憧れて尊敬で、それだけですよ。どこが爽やかだ、知るかそんなの。なこと言ってんな。なんか焦ってんのか。焦ってるよ。もう他の誰かに見つけられてるかもしんない。好きになるやつなんか多分すぐ出てくるって思ったら気が気じゃねえよ。そんなによく見えんのか。俺にはこけしに見えるんだけど。なんかよくわかんないけど大変だな。うわ、なんかムカつく。あれ、倉庫どこ行くの。よかったら千鶴ちゃんとあやねちゃんもぜひぜひ一緒に。え、ようこそ私の薬草コーナーへ。何この立て札。立てておくとみんなの役に立つかもと。そうか、普通草の名前書くんじゃないの。効能の方が分かりやすいかと思って。このつうか便秘とか下痢になりそうだなこれ。え、ザ呪いの立て札、そして草。ああ、効能とか作用とか書き足せば。うわ、ちっちゃ。利尿作用？あ、あ、ケント。あー、呼び捨てで呼んでくれるんだ、嬉しいな。はあ、つい風早くんだと期待しちゃった。期待したでしょ貞子ちゃん。好きなやつだと思ったでしょ。俺エスパーなんだよね。エスパー。自然な上に感じがいい上にエスパー。ほら表情硬い硬い。ダメだって、女の子がそんな硬い顔してちゃ。ほら俺基本的に博愛主義だから、女の子としての幸せ放棄してるような子ほっとけないじゃん。知らねえよ。放棄？そうだなぁ、うん、俺がこうやったら笑顔。何今の錯覚。せっかく矢野ちゃんみたいな女の手本がいんのにね。あやね、ありがとう。あと近い。あ、ちなみに吉田ちゃんは足がいいよね。え、ね貞子ちゃん。ほんとすがすがしいほど硬いな。ちょっと無理やり笑わせんのやめといてよ、怖えから。あの感じよくなりたいです、師匠。師匠。師匠か、悪くない響きだな。頑張ります、エスパー師匠。眉間。エスパーと師匠は分けて。こいつどういうつもりだ。師匠。ケント。おお、久しぶり。新しいクラスどう、かわいい子いた。かわいいっていうか気になる子はいるかな。へえ、どんな子。クラカタイコ。何それ。どういうつもり。ん、おお、あやね、あんた何企んでんの。企む？俺が？なんで？なんか随分貞子にちょっかいかけるから。あ、だって貞子ちゃん風早が好きなんでしょ。やっぱりね。ちょっと余計なことしないでよね、あの子大事な時なんだから。大事な時か。
大丈夫、俺いいやつだから。じゃあな。大丈夫なのか。ここは中間に出るぞ。ああ、もう中間か。早いよな。あ、そういや1年の時 D 組呪いの貞子ノート出回ったんだって。呪いじゃねえよ、あれでクラス平均めちゃ上がったんだから。え、マジで。マジマジ。なになに、貞子が中間でノートが呪いの、あ、テスアップルの呪いな。違う違う、ここら辺中間に出そうだぞ。な、何、何の話。貞子が作ったノートが中間テストで大活躍したの。へえ、実績あんじゃん。実績、ここ出るんだけどな。みんな、今日の放課後貞子ちゃん中間の講習会やってくれるって。は、講習会、そんな大それたこと私が。な、いいよな貞子ちゃん。授業中なんだが。私でよければ階段も3つくらいならできるんで、期待に応えられるだろうか。そんな期待はしてないと思うな。サワコあんたね、助かるよね講習会ね。そんで言い出しっぺのケントは来ねえのか。あ、あ、もう始まってた。ああ、今から始めるとこ。よかった、間に合った。風早くん来てくれたんだ。来たぞ。掃除終わった、よろしくね貞子。こ、こちらこそよろしく。お、やってる高橋さん。さっき風早に聞いてさ。答えはゴリート2だ。アホの2人が正解。だってわかりやすいもん。すごいよ貞子。お、ここじゃね貞子ちゃん。
悪い、先帰っててくんない？あ、俺用事あんだわ。大事な用事。黒沼、ちょっといい？あ、沢子、私ら急ぐから。ほら、あんたワンピの下見したいって言ってたじゃん。ああ、そうだった。あ、じゃあ沢子先帰るわ。あ、うん。今日はもっと感じよく、感じよくお礼を。あのさ、あの、遮っちゃった。いいよ、先行って。ごめんなさい。あの今日はそのどうもありがとう。もっと感じよくお礼したいのに、うまく言えない。嬉しかったのに。人前に立つのは向いてないとは思うんだけど、私向いてると思う。え？人に教えるの向いてると思う。あの時、俺が言ったこと。気にしなくていいから。忘れて。待ってたよ。あの時、俺が言ったこと、気にしなくていいから、忘れて。どういう意味なのかな？自分ばっかり気にして恥ずかしい。何？場所まで変えて何の話？まあまあまあ、ほら、せっかく同じクラスになったんだから、モテモテ風早くんとまともに喋りたいじゃん。ほらほら、座って座って。
俺どういうリアクションすればいいの？いいから、座って座って座って。なーに、今までどんくらい告白されたりしてきたの？彼女とかは？いないけど。またまた。いや、本当に。何？貞子ちゃん、1年の時から浮いてたんでしょ？あんま、貞子ちゃんに絡まない方がいいんじゃないかな。浮いてるやつほっとけないらしいけど、逆効果だと思うんだよね。どういう意味？黒沼が浮いてるとか、浮いてるやつほっとけないとか、俺そんなつもりないけど。ごめんごめん、なんか蚊に触っちゃった？怒るなって。ほら、爽やかスマイル、爽やかスマイル。どっちみち三浦に言われることじゃないから。見ててかわいそうなんだよ。分かってるよ。分かってんならいいんだ、頼むわ。おーい、お前モテんのに彼女いないって、好きな子は？いるよ。なら付き合っちゃえばいいのに。俺協力しよっか？いい、絶対いい。なんだってんだ。まあそんだけ遠けりゃ分かんないのも当然だな。分かんないってなんだよ。遠いって俺が？なんだってんだよ。いいじゃん。マジで？マジでマジで。やったー。どうどう。じゃあ親戚だけの式って感じ？そうそう、会社の人とかも呼ばないみたいでね。あー、じゃあ関係ないわって思ってたらさ。お、まさかの？ん、トールから電話が来てさ、チーには絶対出てほしいって。おー、なんだよ、もう身内じゃん。嬉しかった？当然。けどさ、出るからには絶対に可愛くしたいって。大事だね、そこんとこ。大丈夫だよ、そのワンピなら。
おーい吉田うん、たまたま手持ちがあってさ、勢いで買っちゃったよ。また矢野陣のセンスがいいんだ。いやー、サワコにも見せたかったな。もう帰ったんだ、サワコ。うん、だと思う。ん？なんだこの煮え切らない返事は。あのさ、俺と黒沼ってそんなに違うかな。俺そんなに黒沼のこと分かってないのかな。あ、分かってないんじゃない。こいつ、沢子が自分のこと好きなのも知らないしな。何さ急に。いや別に、ちょっと人に言われたもんだから。ほどけてるよ紐。ああ自分では全然そんな風に思ってなかったんだよ。むしろ他のみんなより分かってんじゃないかって思ってたから。ああ、まあなんつうの、例えば私とか矢野陳はさ、沢子ほどじゃないけど誤解もいろいろされるし、それなりの陰口も言われてきたから。龍は龍でずっと1年から4番打ってるじゃん。先輩からの風当たり厳しい時もあったっぽいよね。多分そういう意味では一番沢子から遠いのは風早かもしんないね。じゃあね。にしてもなんだあいつ、沢子となんかあったのかな、なんつって。講習会したんだ沢子ちゃん。うん、すっごくわかりやすかったらしいよ。風早らしいね、そういうの企画するって。それが違うんだよね。ほら、うさんくさいチャラ男いたじゃん、ケントケント。そのケントがさ、授業中急に言い出したんだって。三浦、あれ、どういうこと。昨日あれから風早と何を話してこんな気まずいことになってんだ、言ってみろ。あ、傍から見たら完全にいじめ。つまり2回に分けて風早と。俺男子の中じゃ一番近い存在かと思ってたんだけど。あ、やっぱこの間の忘れて。こういうことがあったと。はい。あいつじれたな。そもそもなんで風早にだけチョコ渡さなかったのさ、タワコ。それまでいい雰囲気だ。
なんなの、ずいぶん機嫌悪いじゃん。まあね、ひどいよね、八つ当たりよ。八つ当たり？本当はね、ちょっとは風早もかわいそうかなとは思ってんだけどさ。え、なんで風早かわいそうなの？だってやっぱ好きな子にあんな怯えられるようにされたら。え、風早好きな子いんの？ピンチじゃん、沢子。でもね、矢野ちん、風早だって沢子のこと気にしてるはしてるんだよ。昨日だってね。待って地図。風早が好きなのが声か、でかい声が。何？じゃあ何の問題もないじゃん。だからないんだってば、最初から。じゃあいいじゃん、ケツケツしないで教えてやれば。風早ラッホー。松井風早が第三者介入して喜ぶタイプだと思ってんの？そういえば中学の時。じゃあ風早、エリが風早のこと好きなんだってさ。からかうの？本当だって。じゃあなんでそれを言うのが本人じゃなく吉田なんだ。うーわ、いっそ。ダメだ、風早に言ったら沢子が頼んだと誤解された。きっと沢子が大暴落。じゃあ沢子に教えて告白させればいいじゃん。待ちな。沢子に教えて無理やり告白させて、そしたら付き合い始めるかもしんないけど、本当にそれでいいの？沢子が風早にびくついてるままでも？そんなの、言葉だけ付き合ってるなるだけで状況は今と変わんないじゃん。でも私はさ、沢子には変な引け目感じたまま付き合ってほしくないんだよ。だからあの子が自分で自信つけて自分から告白したいって思ってほしいの。だってやじゃん、お互い好きなはずなのに片方が付き合ってもらってるって思ってるなんてさ。よく考えたら風早が沢子のこと好きだって教えたところで沢子を信じないだろうしね。気を使ってくれてるんだな。ああ、そうだね。それにしてもですよ、昨日沢子のこと分かってないんじゃない？風早が一番遠いかも。分かってなかったのは私か。そういや昨日風早が何とかって。やばい、何とかしないと矢野ちんに殺される。呪いの講習行ったの？どうだった？すごかったよ。つうかね、噂通り。例えるならそうだな、3日で確実に5キロ痩せられるみたいな。なんと病気じゃないっすかそれ。すげえな貞子。褒めてんだってば。さだ。すげえ。お前すげえな貞子。今日もやって。お前でも3日で赤点免れるかな。ほーら、自信持ってかなきゃ。ああ、貞子、昨日ありがとね。いやいや、とんでもない。そういえば、こないだのあの草、どこから持ってきたの？あれは、花壇で栽培している薬草で。え、薬草？花壇で？各種効能を取り混ぜ厳選して。
風早が動けば動くほど無駄にやっかまれたり。育ててるらしいよ。貞子、あ、知ってる、見たことある。1年の時からいろんな呪いの伝説あるんだって。やってくれ。そう、どんなどんな。それは今年の学校祭のテーマはファンタジーってことで、クラスの出し物なんか提案してよ。あ、私も参加できたらいいな。なんでもいいからとっとと決めちまえ。はいはいはい。貞子の黒魔術カフェでどう？え？黒魔術？貞子1年生にも有名だし、あの変な草使ってお茶とか出せばいいんじゃね。貞子と相談できるブース作るとか、占いみたいな感じで。出世してんねー、サワコ。百鬼夜行みたいなのは？いいね、いいね。じゃあ、票を取りまーす。これは？それは、毒ダミ。あ、毒ダミ茶ってあるよね。あれ？これは？シソ。え、シソまで育ててたの？いろいろと役に立つと思ったので。風早たちじゃん。あ、風早、見てこれ、貞子いろいろな薬草育ててんの。ねえねえ、シソってカフェで使えるかな？貞子？あ、うん、お茶にするとか。そっか、お湯注げば何でもお茶だよね。ねえ、それ。あ、それはローズマリーで。ローズマリー？話しかけたいけれど、お茶に入れて何を言ったらいいのか、言葉が出てこない。気のせいかな。前よりもっと距離が空いたような。距離は私が空けているのかな。沢子もさ、一応話しかけようとはしてんだけどね。風早もなんかこないだからもう一押しがないっつうか、なんかあったのかな。一番沢子から遠いのは風早かもしんないね。まずいですよ、なんとかフォローしておかないと。そうだ、龍と一緒に行くんでしょ、今度の日曜日結婚式。あ、そっち。あ、うんうん、お茶の車でビューっと。何時に出るの？え、7時頃だけど。ジェルのアイライナーをまつげの間に埋めるように、黒目の上の部分は太めに、目尻は長く下げ気味に。おや？たっ
もう。なーにやってんだか。やのじん。プリーズ。ああ、こういう人形持ってたわ。どんなメイクもね、ベースで全てが決まるの。やのじん。ん？ありがとう。朝早いのに。いいって、面白いの見れたから。ねえ、地図。ん？目を大きく見せるとか、そんなんじゃなくてね。試していい？うん。やった。その切れ長が地図の目のいいところなんだからさ。マジで？それを活かして、可愛いとこうんと引き立てなきゃ。ある意味、あんたにとっても大事な大舞台だからね。あとはハイライトを淡いピンクにして、ちょっと柔らかさをと。いけてる？まるで別人。どう？いいんじゃない？一生疎遠になることはないから。え、本当？本当本当。トール、ハルカさん、おめでとう。どうした？ほい。いい結婚式だったね。おう。あ、もうすぐだよね、夏の大会。学校祭終わったらすぐ。頑張れよ、今度は勝てよ。で、何？え？用事。あんでしょ。頼むって。やだ。なんでさ。やだって。うまいこと立て早くご飯入れてくれない。沢君のことは 100% お前が分かってる。嘘でも。いや、うまいフォローも思っていないことも言えないし、言いたくないから。わ、分からずよ。無理。まあ、話聞くぐらいならできるけど。言っとくけど、千鶴のためじゃなく翔太の様子気になるだけだから。話聞いても、別に千鶴には教えねえから。え？あとこれ、サンキュー。おい、ちょっと龍。翔太、学食行かないの？あ、先行ってて。俺、出汁の道具持ってってから行くわ。サンキュー、風早。あ、私はさ、風
風魔術カフェが一番楽しみ。沢子の相談ブースもあるしね。お、あ、どうした？霊感もないし、果たして人様のお役に立てるのかどうか。大丈夫だって、あんたが思ったことを言ってりゃいいんだから。うんうん、沢子そういうの得意そうじゃん。精一杯頑張ります。シソと源の証拠、ブレンド茶にしてみたら。さあ、タコちゃん。師匠。ゆっくり話したいんだけど、今はいいかな。俺は破格の男、俺は破格の男、今夜も眠らせないくす。あ？翔太、こっち。あ、千鶴が言ってた話、多少は気を使うか。ああ。ん？で、結局黒沼にはぶっちゃけるのか、ぶっちゃけねえのか。あ、おつゆ。なんだよ、いきなり。いや、どうしたかと思って。ん？どう接したらいいか、ちょっとわかんなくなった。今まで黒沼に対して、俺、自分がやりたいように接してきたんだ。黒沼のためとか、そんなんじゃなくて、迷惑だったこともあったかもしれないって思ったら、わかんなくなった。で、わかんなくなったらいつも本人に聞けばいいと思ってたけど。聞かねえの？迷惑だって言うと思う？言わねえな。だろ？お、翔太じゃねえか。ん？こんなとこでのんきに飯なんか食いやがって。学食で飯食って何が悪いんだよ。お、お前、そんなこと言ってていいのか？嫁が浮気してるぞ。三浦健人と。違うし、それ別に浮気でもなんでもねえし。はあ？ってことは、振られたのか。振られたんだな。違う。はは。さてはお前、まだ告白もしてねえんだな。愛を語ればいいじゃん。おテント様の下で爽やかに語ればいいじゃん。虫けらみたいにちっぽけな勇気でも出して、ジャングルジムの上で愛を語ればいいじゃん。なんでこんな奴にはバレバレなんだ。ごちそうさまでした。さ、飯だ飯だ。おりゅう、もう食い終わったのか。カレーよりチャーハンだろ。多分黒沼本人は全然知らないと思うのに。いや、知ってて困ってるって可能性もあんのかな。やっぱ俺、全然わかんねえんだな、黒沼のこと。はぁ？それが何だったんだよ。んなもんは当たり前じゃねえか。あ、何様のつもりだよ。だよな。どこにいたって？あ？黒沼。うん、黒沼なら変な草生えた花壇に。ああ、おい！よかったね、貞子ちゃん。もうすっかりクラスに馴染んだじゃん。クラスに馴染む？私が？
目にまで見た。クラスに馴染む。なんだ、気づいてなかったの？もうクラスで浮いてるなんて思わなくていいんだよ。風早がどうにかしなくてもさ、貞子ちゃん立派にやっていけるって。嬉しくないの？ずっと浮いたまま風早に構われていたかった。クラスに馴染むのは入れていつだって私の目標で、おはよう、いつだって憧れで、ただ黒沼、いつもあんまり自然に接してくれていたから基本的なことを忘れてた。陰気だからって何もしなくても風早に構われて。構われるのは陰気特典なので。あ、そうだね。嬉しいのになんだかショック。風早くんのそういうところに憧れたはずなのに。勘違いしちゃうのもしょうがないよね。あんな風に風早に声かけられてたらね。何？なんかバレてる。さすがエスパー師匠。風早もさ、悪気はないと思うんだよ。思うんだけど、ちょっと無神経だよな。そんなことないよ。風早くんは誰に対しても平等で、明るくて、爽やかで、私にだって、いつも笑って挨拶してくれたんだよ。気持ちを喋ったら、信じてくれて。だから私、風早くんには、生まれて初めて壁を感じなかった。そうだよ。そういう人だから好きになったのに。なのに私、もうずっと前からそれだけじゃ満足できなくなってる。自分で自分が信じられないくらい。私が勝手に勘違いしちゃっただけで。勘違いって分かってたんだ。いや、もうこれ以上はさすがに自分の口から出すのも結構悲しいんで。そっか、罪な男だぜ風早。あのさ、やっぱもう風早に近づかない方がいいんじゃないの？え、お互いのためにさ。お互い？お互いだよ。貞子ちゃんは独り立ちして青春をエンジョイ。風早だって役目を終わってすっきり。貞子ちゃん、風早、好きな子いるよ。私はもうとっくに振られてるもの。言わないでおこうと思ってたんだけど、そんなに風早に振り回されることないんじゃないの？風早にだって迷惑かけたくないでしょ。だからなんつうか生まれ変わった気分でさ、他で恋愛なんかもしちゃってさ、これから楽しいこといっぱい。俺、ちょっと貞子ちゃん。いたんだ、本当にいたんだ、好きな人。ねえねえ、そんなに本気だったの？ごめん、ただほら、もっと貞子ちゃんに似合うやつが。ほら、貞子ちゃん、笑って。止まない、自分ではどうにもできない。私、今まで本当に甘えすぎたな。大丈夫、大丈夫。本当はもっと自信持っていいんだから。男なんていっぱいいるし。
なんなら俺にする。俺いいよ、貞子ちゃんなら。なんなら俺にする。俺いいよ、貞子ちゃんなら。貞子ちゃんが風早のこと平等で明るくて爽やかって褒めてたのに。平等？お、風早だ。おーい、何やってんの。そうだよ。なーに、風早、貞子のこと好きなの？好きだよ。俺、黒沼のこと好きだよ。なんかおかしい？いや、おかしいっていうか、なあ。つか、マジ？いや、冗談だよな。
と、ほら、よれいよれい。あ、やべ、次、体育。ピンに問い合わされる。さあ、お開きお開き。行こう行こう。なあ、風早怒ってたよな、あれ。つうか、なんで俺たち肩組まれてんの？ってか、誰？風早、まさか、マジで。ああ、昼休みもう終わりか。続きは放課後だね。あれ？サーコまだ？風早も戻ってない。迷惑なら、そう言えばいいな。迷惑。風早、好きな子いるよ。風早にだって、迷惑かけたくないでしょ。ああ、迷惑かけてたんだ。好きな人がいるのも知らないで、独り占めしようとしたり。俺、黒沼のこと好きで。したら誤解されそうなことを言わせてしまったり。なんで泣くの？原因は三浦？師匠は恋で慰めてくれて。じゃあ俺気を使わせてごめんなさい。迷惑かけてごめんなさい。ごめんなさい。気を使う？三浦の気持ちは好意で、俺の気持ちは迷惑かかるなの。好意だったんだよ。俺、黒沼が思ってるようなやつじゃない。爽やかとか平等とかそんな風に思われたかったわけじゃない。平等になんて一度も接したつもりない。俺、黒沼が好きだよ。黒沼は俺が好き。でも、俺の好きと黒沼の好きは違うね。最初から分かってたんだけどな。当たり前のことを言われただけ。当たり前だと結石は。
気で。風早が？そうなんだよ、もう修羅場って感じで D 組のチャラ男と3人でいてさ、貞子泣いてるし、風早若干キレてるし、てか風早貞子のこと好きとか言ってては？何それ、告白？え？そりゃないってけど、話だけ聞いてたら普通に告白してるっぽくね。だからそりゃない。沢子、風早と一緒なのかな？だといいんだけど。ケント、あんた、沢子、知らない？あ、今いるかわかんないけど、最後に会ったのは外だったな。外？昼休みにクラブトンとこのベンチで。あんた、余計なことしてないよね。ピアノチン、行こう。ああ、一応、サンキュー。ああ、待って、やっぱり俺も一緒に。ぐるみじゃん。おお、久しぶり。修羅場だったんだって、風早と沢子ちゃんと。すげえ情報早え。何があったの？詳しく聞かせてよ、その話。俺、余計なことしちゃったかもしんない。おめえ、おもー授業までサボり、放課後になってしまった。いい加減にしないと。学校祭の準備もあるし、私だけサボるわけには。でも、果たして人前に出てもいい顔なんだろうか。ギャーどうも、俺の息ので止める気か。すみません。何してやがんだ、こんな暗くてジメッとしたところで。すみません。翔太と揃って帰りのホームルームにいねえと思ったら、あれか、惚れた晴れたか。どうだ、思いっきしぐってやったか。振られました。え？振られたんです。じゃあ、あいつわざわざお前の居場所聞いて張り切って走ってまでお前を振りに行ったのかよ。ひどい男だな。おい、止まれ。忘れろ忘れろ、熱。何やってんのよ。いってえな、何担任様をわしげにしてんだ。何を余計なこと吹き込んでんのよ。どっか行け。ちっ、あんた、励ましてやったのによ。探したよ。ごめんなさい。それで、何なの今の。振ったとか、振られたとか。あと、その顔。なんだってちょっと目離せすぎ。なんでそんなことになるんだ。ごめんなさい。勝手に振られて。よし、あいつ、本当に余計なことしてくれやがった。はぁ、あ、沢子、違うのよ。こうなったらもう言うけど。私、うぬぼれてたんだと思う。風早くんは、私のことさえも、みんなと分け隔てなく接してくれてるんだと思ってたけど、違った。いい気になってた。平等になんて一度も接したつもりない。ずっと気を使わせてたんだと思う。
私がどんどん風早くんを好きになって、どんどん欲が出てきたの。風早くんは気づいていたのかもしれない。違うって、そうじゃないんだって、当たり前のことを教えてくれたんだと思う。いや、そうじゃなくてね、沢子。気に入らない。いや、ちょっとわかるけど、落ち着いて、地図。何も、風早はそういうつもりで。違う！気に入らないな、沢子。あんたまさか、私らのことも、あんたに気使って友達やってるとか思ってるわけ？思ってなかった。そうなの？違うわ！そう思ってんだったら、腹立つなって話。風早にそういう態度取らせてんのは、あんただよ、沢子。当たり前ってなんだよ。私らだっているのに。あんた、いつまで自分のこと下げて生きていくつもり？鈍さになれるな！ちょっとチーズ！あの子さ、避けられてるのに慣れすぎて、結構それが普通みたいになってたじゃん。そういうのって、ちょっと泣けるよね。優しい子なのにさ。地図は、悔しかったり悲しかったりすると切れるから、あれで心配してんのよ。ねえ、沢子、言っても私たちも最初はあんたのこと暗いし浮いてるやつだと思ってたのよ。でも今ではあんたのいいところも可愛いところもいっぱい知ってるし、大好きだって思ってる。あんたが私たちのために勇気出して頑張ってくれたおかげだって思ってる。沢子も私たちも風早も違いなんて何もないんだよ。沢子自身が違いを感じなければね。地図も気になるからちょっと先行ってみるわ。顔洗ってからおいで。私、何かを間違えてる？チーズ！なあ、やっちゃったよ、もうバカ。よしよし。ごめん、矢野ちん。あの時なんか言いかけてたのに遮っちゃって。何落としたの？え？あ、風早の好きな子、沢子だよって。あ、そんなこじれるなら言っていいかなって。そうだよ！なんでそれ言わないの、矢野ちん！うん？でも、結局、地図が言ったことが全てだと思ったのよ。え？そこがねじれてるから、きっとなんかいろいろねじれんでしょ？それに、きっと、サバコは自分でどうにかする。今までそうしてきたんだもん。うまくいくよ。絶対。うん。そうだよね。あんたが私たちのために勇気出して頑張ってくれたおかげだって思ってる。あの時、確かに私は頑張れたはず。でも私、風早くんに対して今まで何か頑張れてきたかな？今は頑張れてる？私。
なんで泣くの？原因は三浦？ごめんなさい。気を使わせてごめんなさい。迷惑かけてごめんなさい。ごめんなさい。好意だったんだよ。風早だけが沢子ちゃんのことかわいそうだって思わなかったんじゃないの？千鶴ちゃんや綾音ちゃんですらかわいそうに思ってた沢子ちゃんのことをよ。あんた風早の何を見てんのよ。何を？黒沼、あ、どうだ、学祭の準備は進んでんのか？はい、一生班、小室班ともに一生懸命進めてます。なんとか間に合うかと。ちなみに壁新聞班は順調です。他の班へのヘルプが期待できるかと。壁画班と菓子班は進行若干遅れめなようです。そうか、遅れ気味の壁画班と菓子班には若いうちの無理は買ってでもしろっつっとけ。事情が変わった。3年押しのけて総合優勝を目指す。城南選手かけてるんですね。ああ、そやお前らなんか勘違いしてると思うぞ。勘違い？これ以上？翔太なんかお前が思ってるような立派な人間じゃねえから、やめちまえやめちまえ。立派。働きありのもやっているかね。なんて立派じゃない教師なんだ。最低だ。薬草茶は全種類仕上がり済み。カフェのシフト表もできてるっと。矢野ちん、薬草入りラーメンとかどう？結果よくしょんな。あれ、これどこにつけんだっけ？ほら、ここ。ああ、そっち押さえて。わかった。やっぱり立派だと思うけど。ん？ところで、ずっと抱えてるそれは？黒魔術カフェの資料です。黒魔術の本か、ほどほどにな。諦めるって何をだ？黒沼と付き合うこと、好きなことをやめるってこと。うわ、もういっぱい。重そう。何それ？あ、ハーブティーとかお菓子とかの。ああ、黒魔術カフェの。どれどれ。でもなんでまたこんなにいっぱい？あ、カフェを名乗るからには来る人にくつろげるひとときを過ごしてもらいたくて。本格的じゃない。あ、これかわいい。おいしそう。なになに？わ、かわいい。ほんと？よかった。自分のことでいっぱいいっぱいだもんな。ほんと、俺は自分のことだけ。私、風早の何を見てんのよ。立派だから風早くんを好きになったんだっけ？爽やかとか平等とか、そんな風に思われたかったわけじゃない。
私、どうして風早くんを好きになったんだったっけ。これより第43回北幌高校学校祭を始めます。馬の噂が噂を呼んで、黒魔術をかけたいファニーな奴らが集まってるらしい。あいつの力か。ありがとう、正々堂々彼女と戦ってみる。何事も恨みっこなしよ。そしてなぜかみんなドッケを抜かれて出ていくとは。さすがだな。次の方どうぞ。いや、うちは萌え萌えじゃんけんやってないんで。どうぞ。しそ茶です。いい匂い。このお茶の効能は何ですか。塩味でございます。来たよ。チーズさん、久しぶりじゃん。ねえねえ、あれある？薬草ラーメン。いや、かずみ、これ一つね。好きな人に彼女とか、やっぱり恋の悩みが多いんだな。風早くんに好きな人がいなかったら、私は何かしていたというのかな。何かが変わっていたとでも言うのかな。何も変わらないんじゃないのかな。貞子ちゃん、お疲れ。はい、差し入れ。ああ、風早だと思った。あやねにバレたらまた余計なことすんなって怒られそうなんだけどさ、どうしてもこれだけは本音言っていいかな。貞子ちゃんには風早を落とすのは絶対無理だって思ってたんだよね。風早と貞子ちゃんが違いすぎて似合わない二人だと思ったし、風早が付き合うなら貞子ちゃんじゃないだろうなって。それに貞子ちゃんは風早には壁を感じなかったって言ってたけど、俺には風早にだけ壁があるように見えたんだよ。クラスのみんなには作ってない壁をさ。風早くんにだけ、私が。でも貞子ちゃんは意外と可愛かったし、だからせめて風早なんて諦めてクラスに溶け込んだり他のやつにしとけばって、なんなら俺でもいいよって思ったんだけど、貞子ちゃん、笑った顔がいいと思ったんだけどな。でも今貞子ちゃんを暗い顔にさせるのも
泣かせるのも笑わせられるのも風早なんでしょ。応援するよ。頑張んなよ。風早くん、壁、ありがとう。恥ずかしいとか嫌われたくないとか、素直に笑えなかったり思ったことも言えなかったり、風早くんにだけ感じなかったはずの壁を、いつの間にか私は自分から作っていたのかな。思ってることを言えたとき、いつだって風早くんは 100% で答えてくれたのに。あのさ、風早、ごめんな。さとこちゃん、なんていうか誤解してたんだよ。誤解？俺、黒沼、俺のこと誤解してると思う。え？でも黒沼はいつもきっともっとずっと誤解されてきたんだ。それでも諦めずにずっと頑張ってきたんだ。確かに俺は黒沼と正反対で、すぐ怒るし嫉妬もする。黒沼が思っているようなそんなすごいのじゃなくて、尊敬されるような人間じゃない。黒沼はいつも風早くんのおかげって言ってたけど、いつも一人で頑張って何とかしてしまう黒沼に憧れていたのはきっと俺の方だ。風早あ、風早来てみたぞ。黒魔術カフェ効き目すげえんだってな。さすがだよな、黒沼貞子。沢子、黒沼沢子だよ。神様みたいな人だと思った。準備徹夜になるかもね。まだ荒れる。あいた、そうこ、お疲れ。家帰って飯食って風呂入ってあたしんち集合。じゃあ風早知らない？あ、知らないよ。何、いないの？風早、いいや。もういい。え、いいって何が？そうこ、まさか風早くんが誰を好きでも、もういい。先に帰ってて。黒沼、教室。わかんないことはもういいや。邪魔しなくて。
私のことをどう思っているかとか、何を迷っていたのかな。言いたいことがたくさんあるの。後ろ姿、照れた横顔、慌てた顔、真剣に怒った顔、真面目な顔、悲しい顔、満面の笑顔。欲しかったのはその全部だと言ったら、風早くんはどんな顔をするのかな。どうか今だけは、いやー、しかし龍が風早の居場所知っててよかったわ。ああ、さっき喋ってたから。何を？秘密。何さ。分かってもらえないことの方が多かったと思う。気持ちを言えないことの方が多かったと思う。それでも頑張る黒沼が好きだ。リュウ、クロノマ、震えが止まらない。風早くんに気持ちを言う時が来た。ごめんな。え？泣かせてごめんな。いっぱい困らせてごめん。俺ばっか言いたいこと言ってごめんな。もし俺に言いたいことができたら
その時は言って。聞きたいんだ。どんな話でも。俺の気持ちは変わらないから。うん。俺の好きと黒沼の好きは違うね。吉田と矢野だったら多分外。違うの。風早くんに会いに来たの。風早くんに言いたいことがあって来たの。違うの。いいの。いいの。このままでいい。聞いてほしい。うん。風早く。私、今まで何かをしたら、いつもごめんなさいって謝られてきたの。だから、風早くんに初めて会った時、ありがとうって笑って言ってくれて、本当に嬉しかった。平等になんて一度も接したつもりない。でも、それでも嬉しかった。急に色がついたみたいに。風早くんは私の世界を変えたの。その存在一つで私の毎日を変えたの。なのに私、あの時の風早くんと全く逆のことしてた。だから今度はごめんねの代わりに聞いて。笑ってくれてありがとう。話しかけてくれてありがとう。優しくしてくれてありがとう。私に今まで知らなかった気持ちをいっぱい教えてくれてありがとう。違うの。黒、好きなの。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 とても伝えられない。この気持ち全部。どうやって言葉で伝えていいかわからない。ただ好き、好きなの。好き、好き。今私顔
沢子、うまく話せたかな。とりあえず先帰ってよか。風早ー、おーい風早ー、いたら手を挙げてくれ。大丈夫かな。大丈夫でしょう、龍いるし。ああ、龍、風早は風早は風早、うん、大丈夫なのあれ。あいつ基本的に嘘つかないからさ。まあ、相手がアホの蝶だから大丈夫じゃん。おー、お前ら、黒沼知らねえか。知らない。あ、なんだお前ら使えねえな。何？伝言なら伝えとくけど。お前らじゃ拉致開かねえんだよ。いいこと思いついてよ。いける。きっとろくでもないことだ。じゃ、教室あたりかな。そうだ、帰った。帰りました。はそれならそうと、なぜ先に言わない。忘れてた、思い出した。そうこ、先に帰りました。そうそう、そっか、教室。なんなんだ。私、待って、そらさないで、こっち見て。ずっとちゃんと黒沼のこと正面から見れてなかった気がするんだ。あれ、貞子、ピンが探してたけど。大事な用事だったっぽい。ていうか、何してたの。何してたんだろう。本当に私、黒先生が呼んでいるので。本当に何をしていたのは。な、黒沼風早や、そう、何してたんだよ。探したよ。何って。もう、何、大事な話だよ。おお、まあそんなことはどうでもいいけど、後で集まるときに食べるおやつ、しょっぱい系7、甘い系3でいい？それとも8？どうでもいいよ。え？
ちょっとそこ失敗するなら男子の衣装にしてよオッケー、ジョーのあたりにしとく。ちょ、でも告白はしたんでしょ。一応って何。思ってることの十分の一も伝えられなくて。で、風早は何て。なんて。何お、うん、えっとやってるかー。こんなとこに。こっちのセリフだ。こんなとこまで何しに来た。クラス思いの担任だろ。明日のパフォーマンスの打ち合わせを黒沼にちょっとね。忘れてた。なの明日でいいじゃん。すなよ、母ちゃんも。いいこと考えたんだって。これは絶対審査員の点をもらえる。黒沼、ちょっと来い。はい。そんでその袋は、私らへの差し入れでもないのか。絶対またなんかかけてんのよ。見てよ、あの下心でいっぱいの顔を。下心。それでだな。明日の仮装行列。パフォーマンスのソロの時に、これをだな。私、もう下心なしで風早くんのこと見られません。よかったな。よくないです。気持ち変わらないって言われてるのに、なんかもう、どうしたらいいのか。あわよくばです、あわよくば。あのな、お前は正体は他の奴らには下心なんかないとでも思ってんのか。心だ、持って当然だ。というわけでだな、明日これらを審査員たちの皿の上に一個ずつな。はい。いいな、下心は持って当然だ。はい。よっと、あとは今言ってたこと明日もう一回全部本人にぶちまけろな。ごちゃごちゃめんどくせえからな。んじゃ、あばよ。はい。俺今なんかめちゃめちゃいいこと言わなかったか。早速翔太の元へも向かわねば。そっちの絵の具足りてる？おう。間に合わなくね。間に合わなくなくね。徹夜かな。お、女子のとこにピンが来たって。美容師団地？うん。ピン襲来注意報だってさ。襲来警報の間違いだろ。間違いない。わざわざ来なくていいのに。寂しいんだよ。ちょっと。トイレ貸して。ああ。いやー、風早下心のみたくん。帰れ。何言ってんだこれ。あのな、下心は心なんだぞ。分かった、帰れ。何すんだお前。よく聞けお前ら。翔太の頭の中なんて下心のみだ。金だよな。金だ。風早、下心。ほら、翔太、わざわざ言いに来てやったんだぞ。キラキラさせてありがたく感動しねえか、クソ。間に合うかな。できるできる。
ちょっと男子の方にもピン来たって。うっそ、なんか外で騒いでるみたい。さっさと帰ってくれて助かったね。はあ、ドキドキ。沢子、明日いつ話しかけんの？ワクワク。パレード前には。頑張れ。そわそわ。明日がこんなに待ち遠しいのはいつ以来だろう。風早、下心って何？俺がきつけ。ほんと、ピンに絡まれるよな。ジョー、おやつしか食ってね。てか、リュウいつ来るんだ。早く。総行列のソロパートもやんなきゃなんないんだからさ、どっかで仮眠取っときなよ。いいのです。そうじゃなくてもきっと今夜は眠れない。余分の待ち針ある？こっち。沢子、携帯光ってない？あ、本当だ。お父さんかな。長い長い夜。最悪だったからだわ。そこのジョーが木の寸法を間違えたからだわ。ごめんね、ごめんね。何度も何度も同じシーンを繰り返し思い出して、いろんなことが夢ではないと確認して、
逆上する男のドロッドロの愛憎劇。そんな話なの？そういう解釈もあんだよ。いい役じゃん。すごい高橋さん、髭が似合う。出汁も衣装もみんな間に合ってよかったな。てか、なんで龍がそんなに眠そうなんだよ。ああ成長期だから。7人の恋人か、シーグもやるな。ちょ、着方これでいいの？わかんねえ、適当。やーどう、俺のお札姿。ああ、似合ってんじゃん。アホっぽくて。やっぱり千鶴、格闘家だったっけ？いや、ヘビ系。お似合ってんじゃん。あるやっぱり。やろう。黒沼は？あ、今廊下でチグさんに捕まってたけど。サンキュー。風早。あんたのそれね、塗ったのサワコだよ。おら、そろそろ時間だぞ。準備できたやつから外に出て並んどけ。あれ、なんだ、黒沼いなかった？黒沼なら、もう外に行ったぞ。わかった。なんだなんだ？また振られに行くのか？なんだっていいよ、もう！あっ！瞳孔開き早、興奮たくん。ちょっと前まで、へこみ早、じれたくんだったくせに。いいから、どいて。ソロパート、昨日言った通り頑張れよ。きっと翔太も期待してるぜ。うん。黒沼。あ、これだから見せたくなくなるんだ。昨日メールありがとう。ううん、こちらこそ。風早、ちょ、俺ぴょんぴょん跳ねて移動した方がモテるかな。うん、ちょっとごめん。あ、うん、今黒沼と話したいんだ。あれ？あれ？黒沼に、もう一度ちゃんと言いたいことがあって。
私から先に行っていい？どうか勇気がなくなる前に、私初詣の時本当に幸せだったの。本当にあんまり幸せで怖くなった。風早くんを独り占めしたいと思う一方で、風早くんにだけは嫌われたくないって、気持ちを言ってしまって終わることもあるかもしれない。だけど私はここから風早くんと新しい関係を作りたい。ここからまた始めたいの。だけど新しく始まることもきっと、きっと相手が風早くんなら、きっと集合。見ててね。頑張るから。風早くんと出会っていろんなことが変わったの。ここ一年の集大成として立派に恨めしい演技をするから、きっとみんなの役に立つから。
次は2年 D 組です。1枚2枚お猿あやっぱり何度数えても1枚足りない。あそこだ、やれ。怖いから目を向かないでください。え？ああ、それではただいまより第43回北幌高校学校祭閉祭セレモニーを行います。まずは各部門の順位発表からいきます。壁新聞部門第1位は西部劇の3年 B 組、そして模擬展部門第1位2年 D 組、黒魔術相談が大好評を得ての堂々の1位受賞です。次は仮装行列の発表です。よし、いける。なお2年 B 組はパフォーマンス時の審査員への差し入れが賄賂とみなされ、仮装行列でのポイントは0点となりました。え？ご了承ください。それでは皆さんお待ちかね、総合順位の発表に参ります。なんだぞー、セールか、聞け、下国心だ、ゾロ、結局総合のスイカ。いやでも2年で1位だし惜しかったよな。賄賂なかったら仮装行列も結構いけてたよな。サダの迫真の演技だったもんな。打ち上げいつものとこだって。オッケー。サワコ、違わないよ。同じでしょ。まさかと思いながら打ち消せなかった。一つ見つけた可能性。好きだよ。同じだよ。
もうついてっかな、沢子たち。どうだろうね。なんたって、打ち上げ会場まで待ち合わせして二人でだもんな。待った。今来たとこ。どうかなんとか言っちゃってんのかな。ああ早く探したい。来なかったりして二人で。うわ殴りたいか風早。その反応、傷つくな。傷？すいません、緊張して、何も。うん、緊張すんね。照れんね。一緒だ。違う、そこ手だけ。え、うっそ、抱きついてなかったっけ。かろうじて、手だけ。そう。え、うそ、マジで見たかった、すごい。違う、もっとそこの距離感は。あ、風早、見てない奴らもいたから、ちゃんと再現ドラマしといたから。みんな、そういや昨日も教室で。ジオ、ちょっと殴っていいか。ていうか、何さっきの。はい、風早や貞子のこと好きなの？マジで？同じって何？夢みたいって悪夢？いい夢？ていうか、二人で来てんじゃん。何？あんたら付き合うの？何からっていうか、その、あの…だから、つまり…うん。したの？魔術？違うよ。俺がベタ惚れなんだから。お前もか。同情するわ風早に。分かってるよね。焦るわ本当。よかった。マジっぽい。だからっぽいじゃなく。すげえ。貞子すげえ。あの風がよ。やっぱ伊達じゃねえわ貞子。拝んどこ。私も。そういうんじゃないから。なんかおかしなことになってるけど、幸せそうだからいいんじゃないの。ご利益はありません。2年 D 組学祭6位おめでとう。本当に信じられない。うん、信じたい。さあ、わかる。もしないで。いいだ。私。迷惑じゃないんだ。でくそ。
そんな貧しい。あれ？あ、なんだ、お前三浦じゃねえか。他のクラスの女子連れで、なにこんなところでウハウハしてんだよ。クラスの打ち上げとかじゃねえのか。ああ、行こうと思ったんすけど、先にこっちに誘われちゃって。なんすか、ピン先生、こんなところで寂しく一人酒っすか。寂しい。うるせえ。あ、うちのクラスだ。あ、なに、ストロベリータイム、告白バヤミノタくん。すーでこちゃん、なんだよ、よかったじゃん。師匠、風邪はやん。ちょっとちょっと。何？いいからいいから、ちょっとだけ。なんだよ。なんだなんだ、あいつら。あんな仲良かったけど。黒沼。黒沼。さだこちゃんのこと、もう泣かせんなよ。あの時、裏庭でさだこちゃんが泣いてた理由、聞いた？あ？いや、風早に好きな子がいるって思っちゃったからじゃん。わ？なんで？え？聞いたから？どれに？あ、俺にだけど。やっぱお前のせいじゃ。バレたか。それと、サダコじゃない、サワコ。え？いいの？サワコって呼んじゃって。いいんだよ、ちゃんと愛称で呼んでるから。お前、あれ言ったのか、昨日の仕事に。昨日、あ、そうだった。し、声が大きい。ピン翔太、ちょっとこっち来い。え、なに、お前ら、付き合ってんのか。そうだ。ほんとか、そう思ってんのはお前だけなんじゃねえのか。ちゃんとはっきりきっぱり、黒沼に付き合ってくださいって言ったのか。いや、でもわか、アメン！あれがなんとなくで通じる相手だと思ってんのか？今すぐ、行ってこい！確かに、わかってるよね、じゃない。黒沼。はい。結婚してください！なんじゃって。帰れ、帰ってくれ。誰のおかげでこうなったと思ってんだ、こら。考えさせてください。いえ、ちょ、黒沼。え、ちょっと考えさせてください。いいのか、すぐに追いかけて弁解しなくても。何やってくれてんだよ、おい。何なんだこの状況。そうだな、お前最悪 OK さんな。黒沼、冗談通じなさそうだもんな。本気にしてあれ嘘だって言われたら傷つくんだろうな。傷つくんだろうな。こりゃあれだな、付き合うどころじゃないっつうか、下手すりゃお前振られんな。わ、よろしくやってくれ。もしもし、あ、お父さん。うん、大丈夫。うん、遅くなりすぎないようにするね。うん、あ、もしも、やっぱり、なんでもない。なんだ、言いなさい。もしも、私がお嫁に行ったら、どんな気分？あ、なんでもないの、やっぱり忘れて。
したの、お父さん。黒沼。違うんだ、そうじゃなくて、その、結婚のことは。風早くん、もしかして結婚のこと誤解だって言ってるの？うん、殴っていいよ。いや、待って、さすがに私も本気にしてないっていうか、あれ言ったの。新井先生だってこと分かってるんで。穴はどこですか？ごめんなさい、誤解させてしまって。私、想像してみたくなって。そうでなら、そんなすごい姿も見られるんだなって。だから、だいぶ欲張りになっているみたい。わかってるよね。じゃないよな。こんな大事なこと、黒沼にちゃんと言わなきゃ。前になんか進めない。俺と付き合ってください。ずっと大事にするから。ずっとはい。私も大事なこと、風早くんにまだ言ってなくて。何？嫌わないでね。嫌わないよ、何でも言って。私はもう下心なしでは風早くんのことは見られません。嫌うわけないじゃないか。ねえ、心配ご無用か。何よ、いいな。いや、ちん超本音なんだけど。いや、お似合いだと思ってさ。そうだよね。なんか悪かったな、サーコから一番遠いとか言っちゃって。誰にか、風早に。いつサーコと風早がギクシャクする前あたり。おめでとう。許してやんのよ。結果オーライで。お前もだ。他のクラスのギャルの元へ帰れ。ヤノチン。おお、チーズさん。C組も短い。そう。サダコはストロベリータイム？察しの通りよ。やるね、サダコ。夢じゃないっぽい。おお、一回寝るとなんかどうしても夢っぽいのだけれど、寝る前の自分のこの念の入れようは。お父
つ。好きだよ。俺と付き合ってください。嬉しいな。本当なんだ。なにこれ。なんか相談を黒魔術で。貞子が風早を告白の時、風早の目玉赤くなってたんだって。スケスケススケスケス。それ完全に操られてんじゃん。わあ、納得したわ。すごい貞子。押さないで順番だよ。ちょ、あんたら何順番待ちしてんの。え、だって黒魔術相談を受けた子告白してみんな成功してんだよ。マジで。恐れられ、崇められ、もう神だ。もう金取っちゃえよ。さ、先っぽい。つーか、そんな得点あったら真っ先に飛び切りいい男できてるっての。まったくだよ、周りにいんのハゲとヘタレとアホばっかじゃん。けどまあ、嫌がらせとかはされなくてよかったね。うん、心配することなかったね。守りのもの貸してください。式神とか。まさか風早く私に魔力があると信じてるわけじゃないよね。今さら。もう突っ込むのもめんどくさい。だからそんなんじゃなくて、ただずっと好きだったの。え、じゃあ何、マジなのこの話。そうだよ。赤くなってたって本当。あ、まあそうすれば。おはよう。風早はな、ただずっと好きだったんだ。そうだ、夢みたいなんだぞ。ちょ、お前らが俺の何。他のクラスの連中がこんだけ揃ってんだからさ、グーの音も出ないほどはっきりさせてやればいいじゃん。サワコがあんたの何なのかをさ。彼女。彼女。おお、やらしい。急に現実感たっぷりの言葉に。マジで念願かなっていっぱいいっぱいなんだ。そっとしといてよ。つまりまとめるとこういうことですね。イエス、そういうことです。では、皆さん、存分に広めてきてください。そっとしとけっつってんだろ。ええ、なんだよ、普通にラブラブじゃね。ああ、打ち上げでもそうだったよ、特に風早が。まあ、でも今になってみれば、なんで最初に気づかなかったかってくらいお似合いだと思うよ。そうか。なんだよ、自然じゃん。そうだよな。まさかくるみが失恋して勝ったのが貞子ちゃんだなんてみんな思わねえよな。大丈夫だった？みんなに言ったこと。あれ、持たせてよ、彼氏の特権で。よし、ゲット。ああ、逆だよ。私が
助けてもらってるのに。特権だよ。黒沼の役に立つのは俺の特権。ってなわけで、ほい。やっぱりもう一個は私が持つよ。そしたら一緒に捨てに行ってもらえるし。なんかみんなの前でごめんな。隠したくなくて、モヤモヤした噂になる前にはっきりさせておかなきゃと思ったんだ。俺が黒沼を好きだってこと、付き合うこと、もう変な誤解でごちゃごちゃしたくないんだ。だから、ああ、つか、それ以前にみんなの前で告白しちゃってんだけどな。いや、それはやろうと思ってやったんじゃないけど、ごめん、恥ずかしいよな。ああ、ありがとう。嬉しい。伝えようとしてくれているんだな。ちゃんと、私にも、周りにも。よかった。うわっ！ゴミ捨ての隙にまでメモリアウト。なんだこのキラキラは！きれい！おい、ちょっと来い！三浦の代わりにみっちりと掃除させてやる。お前は来るな、意味がない。いいか、世の中には幸福があれば必ず必ず不幸が同じだけあるんだ。ごめん、クロマ。嘘、今一緒にいた？本当に本当だったんだ。ショック。本気だったなんて。風早、彼女が欲しかっただけだよ。きっとすぐ別れるって。今の状況、自分の気持ち、これで二人とも公認か。なんかちょっと寂しいかも。けど、サバ子のこと攻撃してくんのがいなかったのは良かったわ。うん、あん時みたいな連中も絡んでこなかったしね。そうね。影で泣いてる子はいるかもだけど。ああ、私もそっちの気持ちはわかるかも。あ、いやいや、違うのよ。別に、サワコがどうつう意味じゃないから。うん、誓わないよ。夢みたいで、浮かれて。風早くんの顔ばかり思い浮かべて、次に浮かんだのはくるみちゃんの顔だった。くるみちゃんだけでなく、ただショックな人もいて、その気持ちは全部ほんのちょっと前の私の気持ちで、その気持ちの上に今私が立ってる。振られたけど、ちゃんと間違いなく伝えた。あの言葉がなかったら、くるみちゃんがいなかったら。ライバルでしょ。サワ、私行ってくるね。え、どこに行かせてやんなよ。くるみんとこでしょ。サワ子、私気持ちわかるから言うけど、こればっかりは本当、どうしようもないの。あんた悪くないの。それ、忘れんじゃないよ。けじめ、大事だよね。けじめ、地図の大好きポイント。彼女って、本当に？ちょっと前から噂あったよね。こんなことになるなら、あの時にもっときつく。今からでも言っとけ。何がおかしいのよ、くるみ。そんなんだから風早に好かれないのよ。何、喧嘩売ってんの？元はといえば、あんたから聞いたよね、貞子の噂。あんた、
私たちを利用したんじゃないの？そうよ。だって、ちょうどよかったの。私と同じくらい姑息そうだったから。自分から風早に告白もできないのに、沢子ちゃんに嫌がらせはできちゃうんだもん。何さ、そんなの。あんただって一緒でしょ？一緒よ。沢子ちゃん以外は、みんな一緒よ。加減にしてよ。ごちゃごちゃ言って情けなくなんないの？風早が決めたことよ。何よ、偉そうに。あんたそんなこと言える立場？噂の出所のくせに。風早に言ったらどうなるか分かってんの？言えばいいじゃない。それを言って風早にどう思われてもいいなら言えば。なんで今更ってきっと思うよ。そしたらあんたの下心もきっとバレるよ。下心持ってチクるようなタイプ絶対大嫌いだよ風早。ついでに言うと、沢子ちゃんに何かしたらきっと風早許さないと思う。絶対許さないと思う。ちょっと話は終わってない。くるみちゃんのライバルは、私なので。何？彼女になったからっていい気に。うっす。吉田。あんたまだ風早のこと？そうよ。悪い。てか、何？みんな好きだったの？誰かのものになっちゃうなんて。しかも、なんで貞子？マジで？言ってよ！ゆかに悪いし。知らなかったんかい。じゃあ何？相手がくるみなら諦めついたの？それとも、あんたたちの中の誰かならよかった？なもん、なわけないでしょ？別にまだ好きでも悪くないよ。悪くないけど、長い片思いが偉いわけじゃないじゃん。何もしないのって引きずるよ。自分に決着つかないもん。悔いが残るのは何もしなかったからじゃないの？それを棚にあげて沢子に文句つけるのは違うんじゃないの？だいたい風早なんて夢も。あんたたちもさ、もともとは沢子に文句とかそんなんじゃなかったんでしょ？ただ風早のこと好きなだけだったんだよね。周りの評判とか関係なくさ。それきっと風早も同じだよ。周りの評判で女を選ぶ男じゃないんでしょ？そういう風早だから好きになったんでしょ？そういうの本当は全部分かってんでしょ？悔しかったり、でも風早の幸せ願いたかったり、複雑だよね。ねえ、そんなに意地張んなくても悲しんでよくない？まずは風早のためじゃなく、自分のためにさ。よかったな、翔太。龍、どうもな。いや。俺何もやってねえけど。いや、話聞かせたり。俺にはどう考えても MVP 俺だろ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんだかんだ言ってピンの言ったことに考えさせられたとこもあるんだ。サンキュー。だな。
あれだぞ。お前の知らないところで黒沼にナイスアドバイスかましたりもしてたんだぞ。何してくれてんだよ。本当にもう黒沼に余計なこと言うのはやめてくれ。あ、大事にしたいんだよ本当に。よかったじゃねえか、ちっぽけなちっぽけな告白ができて。話聞いてねえだろ坊ちゃんよ。恋愛はな、最初に告白するやつだけが本命と戦えんだよ。2番目、3番目以降のやつは戦う資格すらない。てなわけで、黒沼に本命が現れたらその時は頑張りたまえ。どういう意味だよ。翔太、ファイト。何？風早くんに告白したよ。付き合うことになったよ。何よ、自慢しに来たの？逆だったらきっと報告してくれた。言ったよね、よかったねなんて言わないよ。うん、絶対してくれたから。他にはない、報告だけ。沢子ちゃん、言ったよね、私はちゃんと伝えたって。沢子ちゃんがいたからよ。沢子ちゃんがいなかったら、私は風早に気持ちなんて伝えられなかった。振られたけどね。沢子ちゃんがライバルでよかった。聞いちゃった、さっきの貞子ちゃんとの会話。何よ。いや、ちょっと意外だったかなって。そうね、罵られる覚悟で来たみたいだし、そのつもりだったけど。あ、そうなの。何も言わなかったから、貞子ちゃん。ありがとうとかごめんねとか言われたらぶっ飛ばしてやろうかと思ってたんだけど。例えばさ、俺が貞子ちゃんとうまくいけばとか思わなかったな。あんたじゃ無理よ。ひでえな。無理なのよ。風早が私を好きになるならとっくになってる。頑張ったって無理なのよ。実際全然違うんだもん、他の女子と貞子ちゃん。あんな顔するなんて知らなかった。あんなだなんて知らなかった。嫌でもわかるわ、風早が私を好きになることはこれからもないよ。風早が一番嫌うことを私がやったんだもん。風早にあんたは無理よ。あんたあれだね、
私が男だったらよかったのにね。そしたらあんたの汚いところ全部わかってやるのに。余計なお世話よ。これでようやく終われるんだなと思ったらちょっとほっとしただけ。意外なことばっかだったな。風早はめっちゃさとこちゃんラブだったし、くるみは思ってたより不器用だったし、さらこちゃんは思ってたより可愛かったし、好きになっちゃう前でよかったかなって思ってる自分が一番意外かもな。マジで？マジで？やめてよね、もううちの子にちょっかいかけんの。かけないよ。あ、あやねは思ってたより優しいよね。どういう意味だ？何も言えなかった。何を言ってもダメな気がして。私が沢子でも同じようにしたと思うわ。かけられる言葉なんてないもん。くるみちゃんがいたから、くるみちゃんがいなかったら、くるみちゃんがライバルでよかった。どれも本当だけれど、どれも私が言える言葉じゃない。お、リュウ。んじゃねえ、サワ。何？いいから。じゃな、ショタ。ああ、ああ、そういうことか。うん、よしよし。あ、そういえば千鶴。ん？好きだよ。え、ちょっと、びっくりするわ。一応な。今さら知ってるってな。それぞれの立場のいろんな人のいろんな気持ち。また明日。うん。風早くん。うん、何でもない。沢子ちゃんがライバルでよかった。大事にするよ。大事にする。緊張のあまり早く起きちゃって。あ、私も。この辺にしよっか。あ、そっか、倒れるんだ。映画館とは違うよね。すごい嬉しい。私、彼女の仕事もまだ何もわからないけど。黒沼、仕事じゃない。
仕事じゃないよ。そのままでいてよ。矛盾してるかな。幸せで、幸せすぎて、早く時間が通り過ぎたらいいって思うの。早く、一緒にいることが普通になれたらいいって。そんなもったいないこと、できないよ。ごめん。俺ばっか好きだと思ってたのに。俺ばっか、嬉しい。風早くんが、私と同じ気持ちを言